それでは聞いてください。では消去その中過ごしてた、誰もかのもが過ぎ去っていた。怖かったんだあの日君に詰められるまでは。僕と同じの小さな手転げ回りきつくんや。僕はこんなに君のこと好きになってたんだ。どんな時でもそばにいて君が言う僕との時間は減るが通り、遠くに君の友達同士仕方がないような。最近つけるその香水、鼻の利く僕にとっては罪悪。今日も帰りは遅くなるんだろうな。君がいない部屋、夢を見るあの日のこと、またはことを伝えに帰ってきた夜に、慣れてくれなれきっと別れられ最後にさ会えたからね幸せだろう。ありがとうございます。レオでした。どうも、ヒッチハイクシンガーソルトです。